ルドームは、フランスの老舗カフェブラスリーレストラン。1898年、オーベルニュ出身のポール・シャンボンが、パリ14区モンパルナス大通り108番地で、開店した、モンパルナスで最も長い歴史を誇るカフェである。パスキンからヘミングウェイ、サルトル、ボーボワールまで多くの画家や作家が集まった。ルドームの常連は、ドミエと呼ばれる。 パリには珍しく魚介類の料理で有名なこのレストランのシェフは日本人の三浦健美子である。アルベルト・バイス・ゲルバー作カフェ・デュドームの画家1898年にいるドームを創設したポール・シャンボンはそれまでモンマルトルに近い旧区で15年ほどカフェを営んでいたが開発が始まったばかりのモンパルナスのカルフールはバンこそ今後最も重要な公共空間 アゴラとなると予見していた。当初はタバコ屋を兼ねた小さなカフェバーであったが、20世紀に入ってから、ミュンンでゴッホ展が開催されたのを機に、若い画家にとってパリが憧れの地となり、やがて主にドイツ人画家、特に反軍国主義、反強権主義の風刺雑誌、ジンプリチシムスに風刺画を掲載していた画家が訪れるようになった。 ジンプリチシムス氏の風刺画家であったジュール・パスキンが突出したのは1905年12月である。一方で、当時は主に裕福なアメリカ人やドイツ人が多かったが、常連の一人であったアポリネールは、テオドール・ジリコー、ギュスターブ・クールベ、ジョルジュ・スーラー、アンリ・ルソーについて論じるドイツ人画家が富裕層の常連と関わることはなかったという。作家、 美術評論家のアンドレワールノーは、ルドームは、共同住宅であり、公共の場であり、宿屋であり、集会所であり、競売場であり、ゲットーであり、無法地帯であったと語っている。1900から1930年頃のルドーム第一次、大戦後の狂乱の時代と呼ばれた20年代が、ルドームの前世紀であった。大戦中に亡命していたパスキンもパリに戻った。芸術、 文学の中心は、モンマルトルからモンパルナスに移り、モディリアーニ、モイズキスリング、シャイムスーティン、マリー・ローランサン、フジタツグジラアルジにエコールド・パリの画家が集まった。ガートルード・スタインに、失われた世代と称された、アメリカの作家も多かった。ヘミングウェイ、フォークナー、エズラ・パウンド、シンクレア・ルイス、ヘンリー・ミラー、アナイス・ニンなどである。アンドレ・ブルトン、マックス・エルンツと マンレー、ルイス・ブニエルらのシュルレアリスト、さらに次世代のロバート・キャパ、ゲルダ・タロー、アンディ・カルティ・エブレッソンらの写真家も、ドミエであった。サルトル、ボーボワールも常連であったが、特に、ルドームの向かいにある1903年創業の、老舗カフェのラ・ロトンドと、のき続きの建物で生まれ、幼少期を過ごしたシモーヌ・ド・ボーボワールは、後に、リセモリエールの教員に就任してゲテ通りに部屋を、 借りていた1936年から37年にかけてルドームでドイツ人客に混じって朝食を取る習慣があった。現在はアルバン・ミシェル出版社が近くにあり、作家のアメリー・ノートンやジャン・クリストフ・グランジェも近くに住んでいることから、作家や出版関係者が多いが、アイルランドの俳優ピアース・ブロスマン、ミュージシャンのボーノも、徒仏の際には姿を見せるという、 1970年にブラフサイが事業を引き継いだ。現在は二人の息子エドアールとマクシムが経営している。1989年にルドームはフランク・グローをシェフとして採用した。アラン・シャペル、ジャン・ドラベーヌ、マルクム・ノー、ミシェル・ゲラールに支持したグローによって、ルドームはこれ以後魚介類料理専門のレストランとして名を馳せることになる。 30年近く勤務したグローが退職した後、ルドームは2018年5月に日本人のシェフ三浦健美子を迎えることになった。ホテル西洋銀座で10年間料理人を務めた後、1998年に土仏。2010年からオーベルジュでタンプ入りへのシェフをしている時に一つ星を受けた。星を受けたのは日本人で4人目である。 かつてはバターをたっぷり使ったムニエルなどのこってりした料理が好まれたが、最近は低温で蒸した魚や軽く炙って焼き色をつけただけの魚、大のライムマリネなどを出している。アールデコ様式の内装2016年11月10日、ルドームは裁判上の構成手続きを開始した。 1985年1月25日の法律85から98号による裁判上の公正手続きは即座に生存手続きを行う裁判上の生産手続きと異なり事業の継続計画または譲渡計画によって解決を図るものであり一定の期間を置いた後公正手続きによって解決不可能な場合に初めて 裁判所によって裁判上の生産手続きが宣告される。これは2015年11月13日のパリ同時多発テロ事件の影響で観光客が激減しフランス人は外出を控えるようになったことが一因となっている。同じモンパルナス大通りのラクーポールも外国人客が60%減少したという。ルドームはパリ商事裁判所に 事業継続計画を提出した。内装、作家、美術評論家のアンドレ・サルモンはかつて、ルドームは、スタンダール・フース・カラザのエプロンステージのようだと、形容した。内装は、ロシア生まれのインテリアデザイナー、スラビックによる、アール・ヌーボー及びアール・デコ様式である。ダブルドーム賞、2018年に、他の文学カフェに習って、ダブルドーム賞を創設した。音楽、 文学、資格芸術の分野において、男性、女性一人ずつに与えられる賞で、審査員も男女同数とする。第1回は、女性では、歌手のクララルチアーニ、男性では、作家のヴァンサン・アル・マンドロスと写真家のピエール・フォールが、同点で受賞した。最寄り駅、パリメトロ4号線、ババン駅。ありがとうございます。